演武開演。どうも、食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋といろんな名前がつく今日はこの頃の秋。本日はこちら、このような本とご縁がありましたので、こちらで読書の秋でお勉強したいと思います。こちらの本、株式投資の王道という本ですが、名前からすると投資を推しているのかなと思ったんですが、実際は投資を推しているというよりも日本の企業や教育の課題とそれらを結びつけて対談しているといった印象でした。たとえ投資をしなかったとしても知識として読んで持っておく価値はあると思います。知識は持っておけば持っておくだけ多すぎるということはありませんからね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。そしてできれば読んでほしい。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。